エドガルド・モルターラはイタリア・ボローニャ出身のカトリック教会の司祭。両親はユダヤ人であったが、病気で命が危なかったためカトリックであったメシいの少女が緊急洗礼を授けた。そのため1858年6月23日、6歳の時両親の元から連れ去られてカトリック教徒として育てられ、司祭となった。1858年、 イタリアのボローニャのユダヤ人商人モモロ・モルターラ宅で、6歳の少年エドガルド・モルターラが、異端審問所警察によって連れ去られ、カトリック教徒として育てられて、死祭となった。カトリック教徒の家政婦が、極秘に洗礼を受けさせていたためであった。両親の元からエドガルドを連れ去った警察は、ローマの命により行動しており、教皇ピウス世への承認を受けていた。 メシ使いの少女は、エドガルドが洗礼を受けずに死んで地獄に落ちないために、洗礼を授けたと教会に報告した。カトリック教会の教義では、この洗礼は有効である。教会法で、非キリスト教徒は、キリスト教徒を育てる権限はない。ローマカトリック教会の教義では、誰によって授けられても洗礼は有効であり、洗礼を受けた者は、クリスチャンとみなされる。 ヨーロッパ全土のユダヤ人がこのモルターラ事件に抗議して、ローマの月頭代表と教皇が交渉した。教皇は、私はユダヤ人にもっと大きな苦しむを与えることもできるが、ユダヤ人をあれむためにこうした抗議を許すと述べ、ユダヤ人代表は感動して、1848年革命の時には、ローマのユダヤ人は教皇に忠実であったことを確認し、 モルターラ事件で騒ぐのは政治的情念を充足させる下心しかないと述べて和解した。1912年にエドガルド自身、カトリックがユダヤ人の家で働くことを認めていないことを指摘した。ユダヤ人の安息日の日が土曜日であるのに対して、キリスト教徒の手術が日曜日であり、ユダヤ人が働くことのできない日でも、キリスト教徒は働けるため、 ユダヤ人はこの方を無視して、キリスト教徒の召使いを雇っていた。1864年には、モルターラ事件に似たフォルトゥナート後編少年の洗礼事件も起きた。ありがとうございます。